大島河地本、源氏物語とは、源氏物語の写本のことである。現在中京大学が所蔵している。この写本は、昭和初期に、コレクション、成形書ョで知られる、三井合名会社理事の大島正太郎の所有となり、その時期に所有者の名前を取って、大島本の名前で、後位源氏物語や、源氏物語体制にも河地本系統の写本として、 競合本文の一つに採用されているただし、源氏物語の写本として、大島本という時には、ほとんどの場合には現在古代学教会に所蔵されている大島本を指すことから、現在では、この河内本の本文を持つ大島本は、それ特別するために単に、大島本ではなく、大島河内本などという形で呼ばれることの方が、多い。ほぼ全長が、 南北朝時代までの書写とみられ、いくつか存在する保者の巻も、あまり時代を下らない頃の成立とみられる。本写本は全朝にわたって、河内本の本文を持っている。さらに池田機関によれば、河内本の写本の中でも現在、天理河内本と呼ばれている写本に近い本文を持っているとされる。大島正太郎が戦後財閥解体や財産税などによって、 財産を失ったためにそのコレクションを維持することができなくなり、再度所有者を変えることになった。その後青表紙本の大島本と同じく、オバマとシナリの所蔵となり、1980年に中京大学図書館の所蔵となった。そのために本社本は現在、中京大学本と呼ばれることもあるが、中京大学には、 本社本以外に54中5条のみ現存する麦製本や有爆本に近い別本の本文を持った写本があり、これも中京大学本源寺物語と呼ばれることがある。池田機関は後位源氏物語や源氏物語体制として結実することになる源氏物語の広本作成の作業において、最終的には大島本を手本として事業を完成させたが、 その初期には、広報源氏物語の名称で、河内本の写本を底本として、作業を進めていたとされている。この時期の底本が何であったのかについては、1931年に、広報源氏物語と呼ばれた最終的な広報を、完成したとして1932年11月19日、及び20日に、東京帝国大学文学部国文学科において、 完成記念の転換会が開催された際に発行された源氏物語に関する転換書目録に122公本、源氏物語定本河内本写しとする程度の断片的な資料しか残っておらず、不明な点が多い。現在、天理図書館に所蔵されている天理河内本と呼ばれている写本がかつて池田機関の所蔵であり、池田機関が本書は 学会の長報として基調末期、経由の陳本にして、よろしく後本原始物語の定本として学会に、甲府末期物なり昭和7年11月式これと記した紙片が付されていることから、この時の定本はこの写本であろうと考えられるようになった。しかしながら、池田機関の弟である池田博士は、定本は数回変更された。と語っており、また、 源氏物語体制研究資料編での重要書本の解説の当円文小像源氏物語の項に以下のような記述がある。54条。この本は袋閉じ、小型の構造紙、ほぼ同筆で書かれている。室町中期の写本で、系統は大島本に一致する河内本。中村がはだしく、ところどころ読みえない文字もあるが、種の句点声点など、 河内本の特色を備えている。大島本が出現するまで河内本の定本として後位源氏物語に採用されたが戦争中不幸にしていつ棒のやむなきに至ったものである。ここに記されている大島本に一致する河内本と大島本が出現するまで河内本の定本として後位源氏物語に採用されたという二つの大島本について 伊藤成は、最初の大島本は、天理河内本に近い本文を持っているとのことから、河内本の大島本であることはおそらく間違いない。ものの、下の大島本については、最終的に、後位源氏物語の定本となった、青表紙本の大島本であるとする解釈の他に、この河内本の大島本であるとする解釈も成り立つとして、もしそうであるとすると、 この、大島河地本は、天理河地本以後、大島本以前のある時期に、広本源氏物語の定本であったことになると、している。2008年より、中京大学の起用、中京大学文学部起用及び、中京大学図書館学起用において、順次本国が公表されている。現在までに成果が公表されている巻は、以下の通りであり、公表される巻の順序は、 以下のように巻き所の順番通りではない。ありがとうございます。